それでは最後までいきましょう。こんばんは。こんばんは。今2回行きましたね。そうでしたっけ。オープニング2回ですね。そうでしたっけ。あれなんで2回になっちゃったのかな。まあ、なんでしょうね。多分こう1回だけだとこのなんつうの番組が始まったかどうかわかんないぞっていうこの人用にちょっと親切に今回は2回流して番組のオープニングを2回はい、流させてもらいました。今日はですね。もう打ち合わせもいつものようにないですけど、はい、0分でしたね、打ち合わせ、はい。今日は何をやるかというとですね、実は2週ぐらい前だと思うんですけど、はい、ミルサーで遊んじゃったこと、はいはいはい、あの時に本当はやりたかったことがありましてね、それが紳士法と透過法の出てくる成分の違いについてをちょっと真面目にやろうというふうに思ったわけですよ。ところがどん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 話は横道にそれ、もうなんつうの、もともとの予定の道はどっかへ行ってしまっていっちゅう状態だったんですね、はい、で今回も先にどんなことをやろうかとしてるかをちょっと話しますとね、実際にこの紳士法と透過法というのは、まあ、簡単に言うと、プレス式の抽出方法、フレンチプレスという入れ方があるんですけど、そのタイプの抽出法と、ドリップと考えてもらって構いません、はい、でもっと言うとその、フレンチプレスの、入れ方っていうのがどちらかというとカップテストとかなんかで、使われる方式と大体味が類似するんですね。でなんでこのことをちょっとやりたかったかなというと、実は言うとSCAJ というこのすごい、はい、由緒正しい団体がありましてね、コーヒーの団体ですね。そうなんですよ。で僕は会員になれない、なれない、中川さんでもなれない、もう全然なれないですね。もうそういうすごい団体がありましてね、はい、でそこの団体がこのローストマスターズって、まあ焙煎の技術を競うようなこう、大会開いたんですね。これすごくいいことじゃないですか、はい、結局一生懸命この焙煎技術を向上させるためにすごくいい、ことを開かれたんですね。切磋琢磨ですね、はい、切磋琢磨するということで、で実を言うとですね、そこに大西くん、はい、コーヒー桜の、これカフェ桜っていうと怒られますからね、コーヒー桜の大西君も出ましたね、はい、うん、ほいで実は言うと大西君にその時の豆もらったんですよ。あ、そうなんですか。はい、つまりその時に、出た時の、コーヒー豆もらったんですね。でもらって最初に飲んだ印象がまずいっちゅう思ったんですよ僕、うんうんうん、こういう言い方なんだけど単純にまずいと思った、うんうん、でだけどまずいわけないじゃないですか。なんせその時に一応中部地区として出たんですけど、3位ぐらいの賞を取ってるんで、うんうんうん、もうどう考えてもまずいわけがない、はい、うん、だけど僕個人としてまあ僕個人でですので、これ誤解のないように言うとただ僕がそう思っただけなんで、はいはい、なんせ SCAJ に入れないような下っ端のコーヒー屋が思っただけなんで、これは僕個人の意見として、これここを間違えると非常に危険もあるので、いろいろな人にこう誤解を生むようではいかんので、まず言うことはまずいと思ったのは本当なんですよ、はい、うん、でそんなことはおかしいと思ってたんです、うん、それはないだろうと、まずいっちゅうことは何か原因があるんじゃないかっていうふうに思ったんです。
でそこの中で実を言うとその豆面を見た時に、はい、実を言うと共通する、豆を見たことがあったんですよ。うん、あのね、実を言うと共通する豆っていうのは何かというと、実は今日あのその豆を使う予定なんですけど、はい、あのすごくあの覚えてますかね、こう韓国から来たマニアの方が、あ、いらっしゃいましたね。いましたね、パンさんですよ。はい、あのパンさんがですね、実を言うとあの方すごくいろいろな熱心な方で、いやロブスター関係ないですよ、はい、実を言うとパンさんがですね、アメリカでナンバーワンの、ロースターが、なんかアメリカのコンクールがあるらしく、はいはいはい、そこで焙煎した豆というのをわざわざですね持ってきたことがあったんですよ。お、でその持ってきた豆を見た印象と今回のそのローストマスターズで、見た豆が似てるんですよ。大会向きの、まあ、簡単に言うとそういう風か、もしくはあの今風のコーヒーなのか、つまり今のアメリカの流行りの豆なのかわからないですけど、それが共通性があったんです。で実際にそれでですね、あの実を言うとそのチューブのそのコーヒー豆を、はい、だから僕が一番得意なのは松屋式なんで、松屋式でコーヒー入れたわけ。それがまずいと思ったわけ。それは何かというと、きつい酸味でまずいと思った。はい、うん、まあそのきつい酸味が好きだと言われたら、あ、そうですかとしか言えないんですけど ね、あのまずいと思ったわけですね。ところがですね、それをいわゆる紳士法で入れた時、まあ紳士法ですから、まあうちはうち独自の紳士法ですけど、よそとはちょっと違う紳士法かもしれないけど、それで飲んだ時に結構いけるじゃんと思った、うん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 、つまりその結構いけるじゃんとそのまずいのこの極端な味の差、同じ豆でも同じ豆でも、うん、その感じが実を言うと何を、起こしてしまったかというと、ちょっとごめんなさいよ、そのためにこれを用意しておいたんですね。これがあの非常に危険が伴うとみんなからはやばいよって言われておったものではありますが、見ますかね。これがですね、いわゆる、そのローストマスターズ、まあ細かく見えなくてもいいです、細かく見えなくてもいいんですけど、こちらが、こちらですね、はい、これがですね、偉い人が、つけた順番です。審査員のつけた順番です。つまり一番偉い、こう一番を取ったのは、一番上ですよね、これですね。で、今度は一般の審査員の投票数、これ多分これって何かというと、美味しいと思ったとこに、多分何かを票を入れてくださいっていうようなノリだと思います。でその結果です。一番審査員から、一般審査員、招待審査員から、評価が高かったのが一番上ですよね。持っときます。ありがとうございます。一番評価が高かったのがこの一番上です。ところがこちら、一般の人が美味しいと思ったかどうかでいうと6番に下がります。つまり、ここで言うと最下位になってしまうんですね。で最下位って言っても順位が大してあんまりこう点数が違わないんだったらそんなに問題じゃないですよね。問題はここで言うと、20人、これ20人という意味だと思います。投票数なんで。でそれに対して、一番、高いチームですね、ここが51人なんです。ここ30人差があるんですね。つまりこれは極端に、差が出たということです。ここで言うと、一般の審査員で言うと、一般の投票で言うと、この51と42、関東 B チームと九州のチーム、この2つは
僕妥当だと思います。つまり数字的に大きい数字ですから、うんうんうん、それ以下の29だとか25、20ですね、ここら辺は評価としてた多分、一般の方で言うとまずいに当たると思います。でこっちの数字と、こっちの招待審査員との数字があまりにもかけ離れてると、これ普通に考えたらおかしいです。あ、全体に戻しましょう。普通に考えたらおかしいですよね。なんでかっていうと、何のために我々コーヒー屋はコーヒーを煎ってるかというと、これはあの一般の方に美味しいものを出すっていうのが一応コーヒー屋がやることですよね。ですから本来で言えば一般審査員と、招待審査員の数字は一致してもらわなきゃ困る、うん、何のために、これをやってるか意味がなくなってしまう。だけどこれが実を言うと起こる、理由を当然この場合探さないかんですね。ということでここからが今本題となるわけですけど、これは、どう考えたかっていうと、当然この一般の審査員に飲ませてるコーヒーっていうのは当然ドリップで飲ませてるわけですよね、うん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 、まあマシンを使ってるかどういう風かはまあともかく基本的にドリップで、つまり透過法で、抽出したものとなります。で多分、なんつうんですかね、こう招待審査員でしたっけね、招待審査員の方は何をやってるかというと多分カップテスト方式だと思います。つまり、この場合は、紳士法ですね。その2つの方式の違いでどのぐらい味が変わってしまうのか、特に、今の流行りの、焙煎の方式だとどのぐらい味が変わってしまうのか、そこら辺をですねちょっと、今回ちょっとやってみようかなということを、試したいと思います、はい、でまあはっきり言ってこの豆は古いです。ですからこれは言っちゃなんですけどそう美味しくはないです。パンさんにもらったんですけど、あ、それパンさんにもらった時の豆ですか。はい、そうです。で実験で飲んだだけでそれ以降飲んでないんですね。よく取ってましたね。忘れてた。ちなみにいつ頃いただいたものですか。それも忘れました。とりあえずだから今から紳士法と透過法両方と条件同じじゃないですか。古いことは古い、はい、これは仕方ないですよね。だから古いことは古いので同じ条件でコーヒーを立てることができる。片っぽが新しくて片っぽが古くちゃ話にならないでしょ。古そう。まあはい、台は用意しないとね。こっちは大丈夫じゃね。そうですね、こっちは、まあ、このままでいいでしょう。あ、どんな豆か見せていただければと。あ、そうですね、じゃあグレーのお皿があるといいですよね。はい、いや、なんでもないです。あ、じゃあ普通に いいと思います。白でいいと思います。いいですか。はい、すいません、これぐらいしかね、急に割れてもね、いないですよ。もりもり出しましたね、はい、思いのほか。じゃあアップ用で、
感じですかね。熱風の焙煎機ですね。はい。これで、熱風の焙煎機で、焙煎してる、どちらかというと、思ったよりも浅入りですね。今の時代はどちらかというと、浅入りが、主流だそうなんで、今の SCAJ の路線としてはですね。まあ、とりあえずこんな感じの豆でした。はい。じゃあ。そうですね、ウォッシュドの豆ですね、この感じはね。じゃあ、もう一つの方を用意します。どうしようかな。一緒に、あ、戻します。一回戻す。なぜ計量しないといけない。ちょっとすみませんね、ちょっとこれが欲しかった。はい。同じように引いといてください。これ。はい。あ、チューブの焙煎は美味しいですねと審査員は。あ、そうですか。連呼していたそうですね。お美味しいですねだそうです。あ、本当ですか。美味しいですね。はい、あ、まあ、あれですからね。これのことですか。そうですね。チューブの豆は美味しいですねと連呼しておったという。チューブチーブに対する招待審査員コメント、はい、再現性がとても良く安定した美味しいコーヒー、グリーンティー、クリーン、アプリコット、チョコレート、とても良いがややマウスフィールに欠けてやや未発達な印象もある。難しいことを書いてますね。いやー、ほら、偉い人がやっぱり言うことは違いますよ。はい、そんな風に思ったことないですね。いやいやいや、チョコレート専門家ですから。すごいですね。で、まあ、その、代わりに林さんが、はい、一般人として今から飲んでいただくわけですよ。で、うち得意な装置を使います。はい。で、これですね、これが、うちの、得意な装置でして、この蓋がですね、ここにこうはまるんですね。でこのまま茶こしにはまってここへこう入れるとですね、これでコーヒーが出せる、ティーポットになるわけですね。素晴らしいですね。はい。で、これ浮いてるんで、後でこのなんつうんですかね、こうフレンチプレスのように押すとかこうかき回すとか言うんじゃなくて、こう回すだけでこの茶こしのとこでこうコーヒーの粉がこう止まるんで、うん、そういう状態でこう水と接触することが可能になるということですね。じゃあそれで、もう一つの方をやってみます。はい、こっちは普通の松屋式をやります。だ、豆は古いから膨らみません。せっかくなので膨らまなさを。はい、膨らまなさですね。全く膨らまないですね。ここまで膨らまないと潔いですよね。はい、コーヒーでないものにお湯をかけてるかのような。はい、じゃあこれで、はい、蒸らしに入ります。
で、この状態で普通に2つのコーヒーを入れるんですけど、はい、実を言うと、今時のコーヒーの特徴はですね、この2つが極端に差が出るんですよ、うん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 、入れ方の差が。で、まあ、うちが焙煎したものってそこまでの差が出ないんですよ、はい、そこら辺をちょっとやってみたいなと思うんですね。こっちは待ち時間はあまり気にしなくていいんですか？そんなん気にしなくていいです。成分溶かすだけなんで。で、これこの状態でどうするかというと、こう、ま、こう回すわけですよ。回していいんですね。だってお茶でも回すでしょ。でも紅茶は回さない。あのね、切れちゃうって言ってたじゃないですか。いや、ま、回すってて、こうスプーンでかき回してないでしょ。紅茶も、紅茶の立て方では基本的にですね、水平に2回と垂直に2回回して、うんうんうん、それから注ぐという、はい、これが一応英国式ゴールデンルールにのっとったやり方なんで、ね、まあ、似てるじゃないですか。まあそうですね、はい、そういうことをやった、はい、なるほど、うん、でこれでこう立てるわけですよ。でこっちと立てるわけですよ。この味の違いをちょっと、飲んでいただきたい。でそれに対して今度例えば、まあ、うちの豆で一番古い豆が多分この辺だと思うんですけど、7月のあ、なんか懐かしい見た目してますね。はい、前にですね、またやこれも使ったやつですけど古いです。懐かしいのがありますね。はい、あれですね、よくあるじゃないですか。中川さん3分してない。あ、してないですね。うん、膨らまない豆だからもうじゃあいいかな、いいかなって感じ。そうっすね、ですね。よくあるじゃないですか、こう掃除したら、はい、こういろいろなものが出てきたよって。はい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 。でやっぱり今はエコの時代なんで、それをこう使わなきゃいけないってなわけで、今回は、エコを考え、掃除して出てきたものを全部再生するというエコーエコー、はい、まあこれで、もう3分経ちましたね。あったと思いますよ。ですよね、はい。ですからこちらへ、これは外側でいいですね。結構持ってるの大変でしょ。カメラですか。はい、大変なんですよこれ、重くて。ですよね。ほんと軽くて安定性のいいもんないですかね。そのあれが好きだったんですよ、マイクスタンド。蛇腹が、蛇腹っていうか、そうですか、はい、その首が使いたかったんですよ、このぐねぐね回る。そうそうそう、やっぱそれでないと調整が難しかったんで。そうですね、はい。まあ、とりあえずこれ松屋式ですね。こっちを終わらせまして、これを終わらせました、はい。でいつも通りに薄めます。ここまでは大丈夫ですか。種も仕掛けもないですよね。ないですね、はい。
これが一つできました。からこちらもですね、はい、できました。そうですね、ですか、はい、じゃあとりあえず僕も2つ用意しましょうか。それではですね、林さんにこれ、まあ、ちょっと古いんで、はい、まあそんなに美味しくはないかもしれないですが、これをまず飲んでみてください。あ、酸っぱそうな匂いする。そうですね、酸っぱいんですよ。うん、あ、これのが酸っぱくなかったな。こっちだともうちょっと酸っぱかったんですけど、ね、種類違うんですか。種類違うんですよ。これともう一つの方いきます。はい、新手法の、結構色違いますね。あ、色は違いますね。うん、ちょっと暑いですけどね。あ、違いますね、味。あのこっちのが酸っぱさがきつくなくないですか、うん、ないです。すごく飲みやすくなりますよね、はい、つまり何が言いたいかっていうと、この2つには味に大幅な差が出てしまうんですね。うん、実は言うとこの味の大幅な差こそ僕の中で、つまりこのローストマスターズの、はい、点数の差がの大きな開きができてしまったんじゃないかなというのが一応僕の考えなんですね。でこの時にですね、実は言うとこの極端な差が出る焙煎ってどういう焙煎なんだろうという時に、はい、実は言うと僕らあの松屋式だと分析に長けてるんですよ、どちらかというと、はい、つまり分離の技術を使うんで分析しちゃうんですね。実は言うと例えばこれをあの今からやりますけど、また得意なビーカーを並べ、ビーカーを並べでこうコーヒーをこう立て抽出していくんですね。そうするとこれが綺麗に、火が通って、折る豆とそうでない豆だとこの最後の後半の部分で味が変わっていくんですね。その部分を一回ちょっとやってみます。うん、あ、スモルテイさんが、はい、新進法って、上っ面の旨味みたいなものしか出ませんけど、特に酸味が出にくいんですかね。あのね、上っ面の旨味みたいなもんしか出ませんというよりは、あの僕個人としては成分が溶けにくいかなという、そもそも溶けにくいと思います。薄いですもんね、うん、それではこの左が松屋敷を薄めたやつ、あ、普通の松屋敷、こっちが新四方です。まあ、得意 なんか醤油と酢醤油ぐらい違いますね醤油とポン酢ぐらいかなそうですね、そういういろいろな意見もございましょうが、今回は 100cc ずつで6個でいいですか。はい、ね、これでいきますか。あ、ちなみにあの棒の勝手なこれ判断なんで、はい、ね、あのこれ絶対ではないので、またあのね誤解のないようにね、あのとりあえず中川さんの思う考察ですもんね。そう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 、そうですよ。あのこれ全然この僕が勝手に思ってるだけなんで、コーヒー業界の結論では全くないですもんね。ないですよ。はい、こうなんつうの、アメリカの一番のコーヒー屋さんのコーヒーがまずいわけがない。当たり前じゃないですか、はい、一番ですよ。そうですよ、ナンバーワンロースターズなんで、
普通に弾いていいですか。はい、あ、そうですね、これでいいです。まあ、簡単に言うとこう田舎のコーヒー屋のザレ事ですよね。はい、だんだんこの手の話ってさ危険が伴いそうな気がして、ね、ちょっと嫌だな。もうまずいとか言っちゃダメですよ。ですよね、うん、もうちょっとオブラートに包んで。そうですよね、結局ね1回しか飲まなかったじゃんね。好きじゃないぐらいがいいんじゃないですか。そうそうそう、うん、きっとそうなんです。僕は好きじゃないぐらいがいいんじゃないですか、ね、そうですね、僕は好きじゃなかっただけでしたけどね。ただまあ偉い人がいいって言うんだからいいんじゃないですか多分ね。ただ偉い人がいいって言って世間がまずいっていうのもどうかと思いますけどね。本当にあんまりどうでしょうね。まあいろいろ。だからある意味まああれかもしれないですよね。見てるとこが一般人と違うかもしれないしね。そうでしょうね、うん、だから我々が一般人がそうね我々のレベルでどうこう言ってはいかんかもしれないですね。やはりね、まあお遊びということでね今日は、うん、そのぐらいのつもりで聞いてもらえると嬉しいなみたいな。芸術なんかも一般人にはよくわかんないですもんね。そうです、そうですよ。だから芸術の、の域に達した人たちのこの意見ですので僕らじゃちょっとわからないかもしれないですね。で蓋を着せます。だいぶ出ましたね。はい、あ、持っときましょうか。ありがとうございます。あ、大丈夫です。話しますよ。はい、 OK です。 100g3000円、 100g3000円のコーヒーって何でしたっけ。うーん、何でしたっけ。忘れちゃってると分かんなくなっちゃった。そうそうそう、何だったっけ、分かんなくなっちゃった。うん、まあ、ただ僕思うんですけど、この美味しいっていうのもこう例えば誰かが美味しいと言ったから美味しいという必要はないような気するんですよ。そうですね、うん、ちなみにスモールテイさんが飲んだコーヒーはあかんすよ。その3000のコーヒーは誰のコーヒーか知ってますけど言うと怒られるので嫌です。あ、言っちゃった。そうです。シャンパンボトルに入ったコーヒーです。面白かったんですよね。面白かったですね。うん。そうです。そのコーヒーですね。あれはね、だけどこれも言えますね。なんつうんですかね、こう。一つのストーリーを飲むと考えればどうでしょうか。私はね、分からないです。私いました？いなかったんじゃないかな。いました？いたかもしれないけど、ね、記憶にないですよ。シャンパンボトルとか。どういうことかっていうと、有名なコーヒーハンターの川島さんという方がおりましてね、その方が10キロで30万円ぐらいで売るんですよ。うん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 、確かもっと値段確実じゃないですけど、で
もう生を売るんですよ。木豆ですか。木豆を売るんですね、はい、でそれをこう依頼されると、500g だったかな、どんだけかをシャンパンボトルに詰めた状態で、つまり焙煎して送ってくれるわけ、ということをやってるんですね、うん、でそのコーヒー豆をですね、実を言うとですね、うちのお客様がですね、お客さんがですね、ちょっとご近所のお客さんがですね、たまたまあのなんかで飲んで、あ美味しいじゃんって言ってなんか言っちゃったらしいんですね。あのお客さんにこうどっかで多分飲ましてもらったんでしょうね。で何だったら譲ってあげようかと言われた、うん、じゃあ譲ってくださいと言ったら、したら 100g が3,000円だったという。お高い。はい、まあそういうことですね。でそれは何かっていうと、豆は当然最高の豆でしょうね。でだけど別なあの焙煎屋じゃないですからね、あのその川島さんはね。ただ最高の豆ではあるけど、最高の焙煎をするわけではないので。なるほど。そこは仕方ないと思うんですよね。うん、まあだけどそのストーリーが素晴らしいじゃないですか。その最高の、なんつうんですかね、豆を、ボトルキープみたいなもんじゃないですか。かっこいいですね。豆をキープしてるわけですよ。で自分の必要な時に、連絡すると、わざ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 ですよ、わざわざ焙煎して送ってくださるわけ。素晴らしいじゃないですか。というこのストーリーをですね、あの楽しむと思えば、これはこれでありでしょ。ありですね。ありですよね。はい。だからそういうのを買っておられる方っていうと、芸能界とかね、そういう方が多いみたいですが、うん、だからそれをたまたま我々があの飲んだだけですもんね。だからまあ、あの僕らみたいに平民だとちょっと口に合わなかったかなという、ただそれだけですね。からし変太鼓さん、地下のワインカーブのようなところに保存してあって、オーナー製らしいっす。はい、そうですよ。すごいっすよ。コーヒー、そこがすごいんですよ。うん、付加価値がついてる感じがしますね。そうですね。ニコさん、普通の豆は雑味や悪いものを出さないように、スペシャルティーは持っているものの全てを出すようにと聞きますが、どうなんでしょう。多分違うでしょうね。って言っちゃうとまずいですね。豆は豆なんじゃないんですか。身も蓋もない。身も蓋もないですね。最近はバッハさんが開発された焙煎機で焙煎しているらしいですねって。バッハさんの開発したコーヒーって、お母さん一体いくつ入れるんですか。はい、全部入れるんですよ。 600cc 入れるんですか。はい、入れる。バッハさんが、作ったって、あれマイスターでしたっけね。へ、はい、すごいですよ。値段高いですからね。はい、あれ、そう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 。あ、スモルテイさん、マイスターでしたっけ。そうです、岡山の会社と開発したやつです。そうですね、その通りです。あの600万ぐらいだったような気がしますね。焙煎機がですか。焙煎機がかっこいいでしょ。600万。はい、車2台買えますね。そうですね、下手したら3台ぐらい買えますね。そうですね、下手しなくても買えますね。うん、はい、その代わりあれですからね、焙煎機は車検ないんで、
まあそうですね、車検も保険、まあ保険は入るかもしれないですけど、車の保険と違ってそんなには高くはないと思いますよ。でここに、コーヒー立てましたよね。高さ的には微妙に合わないですかね。じゃジャッキー乗せますか。ジャッキーアップしますか。いきますよ。はい。ほい。ほい。ちょっと滑りそうですね。はい、大丈夫です。うん、なんか1枚敷くといいと思いますけど。ほら素晴らしいですね、ジャッキさん。はい、ジャッキ役に立ちますねこれ、はい、あちなみにモノタロウです、はい、あ変態観光さん、焙煎機を買うかレクサスに乗るか悩ましいっすね。いやどっちも無理みたいな悩ましいっすねまあ、いい順番にここら辺飲んでみてください。え、もうすでに嫌な味ありますね。特にこの辺なんかここはあんま変わんない気がしました、うん、結構嫌な味出るでしょ。で実を言うと、じゃあここら辺がいい味かですよね。あ、ここら辺いいですね。あ、ここら辺いいじゃないですか。いいじゃないですか。あれ？まあ、ここからはあかんですね。うん。もうこの2つですね。そうですね。ちょっと待って、じゃあこの2つだけだったらもうちょっとうまいわけ？また横道にそれそうな。それ始めましたね。新しいエンジンオイル、劣化したエンジンオイルみたいな。ああ、確かに、うん、確かに劣化してる方が美味しいですね確かに。ちょっと待ってください。これもしかしたらこれこのまんまやると美味しかったりして、詰めすぎじゃないですか。いいんですよ、薄くても。まあ基準となる 600cc の考えでいくなら、まあしょうがないです、薄めてもね。ちょっとこれそうなのかな、うん、ちょっと薄いかもしれないですけど、どうぞ。薄いだけど美味しくないですかこれね、うん、さっぱりして美味しいですね、うん、古くて酸味は確かにあるけど、こっちの酸味と比べると全然、うん、いけますね。いけますよね、うん、この3つ目がこいつがくせもんでしたね。うん、うん、結構いけるじゃん。結構古くても飲めるもんだね。じゃあ保管は常温ですか。はい、常温放置ですか。保管庫。保管庫。保管庫に埋まってました。まあそういう意味ではまあ悪い環境ではないですけど、だからといっていい環境とは言えないので、うん、まあとりあえずつまりこれ何がやりたかったかというと、まあこれ2つまでだと結構飲めるじゃんっていうのはちょっと僕も置いといて実はとこの部分はちょっとおまけだったんですけど、実はと焙煎で上手でない、まあ上手でないっていう言い方なんですね、この今風の焙煎の場合
その言い換えどうなんですか。の場合ね、はい、この後半の嫌味が露骨に出るんですよ。うん、明確でしたね。明確に嫌味が出るんですね。うん、で、昔風の焙煎、まあうちがやるような昔風の焙煎だと、この部分の嫌味がここまでひどくないんですよ。うん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 、というのをちょっとやってみます。ちょっとこれ残しときましょう。嫌味さ度合いを。はい。ちょっと嫌味をちょっと残しましょう。で、ビーカーを。ビーカーさんあります？まだ。あ、ビーカーちょっとサイズがちょっと変わっちゃいそうな気もするんですけど。あ、そういうことです、ね。うん。あ、ありますね。スモールテイさん、つまり紳士法は極端に言えば前2つ分の成分に近いものしか抽出されない的なイメージなんですかね。うーん、とも違う。とは違うと思うんですよ。なんでかっていうと、糖化法と紳士法って僕出る成分の性質が違うような気するんですね。これ綺麗ですよね。え、何するんですか。いや、この下に引こうか。あ、いいじゃないですか。いいですよね。滑りますもんね。そうですよね。ほらほら、お、綺麗じゃん。いいと思いますよ、ね、洗っといた方がいいよね。そうですね。はい、うん、実を言うと紳士法と糖化法では本当に完全に僕溶け出す成分変わると思うんですよ。ただその溶け出す成分でも結局溶けやすい成分はまあとりあえず溶けるんですけど、ある一定の濃度になると、成分の溶け方が極端に落ちると思うんですね。それが結局紳士法の場合はそこの部分からが溶けなくなってくっていう現象が起きるんじゃないかと僕は見てるんですけどね。で、なるほど。で今度は、相当前に使って貴重な豆ですね。貴重ですね。はい、はい、なんとか使う時があってよかった。加熱水蒸気は最新技術では、はい、いや、加熱水蒸気自体はすごく古い技術なんですよ。加熱水蒸気で何かする方法があるんですか。いや、うちが焙煎に使ってるの加熱水蒸気なんですけど。あ、焙煎の話ですか。話ですね。うん。高川さん、小型の加熱水蒸気装置開発してくださいよ、スモルテさん。あれでいいじゃないですか。掃除に使うやつで、こう蒸気がシューッと吹き出すやつね。あれで十分ですよ。もともとね、うちが研究してたの加湿器なんで。なぜ加湿器で蒸気作って、それをこう焙煎機に送り込むっていう装置作って実験してたんですね。シャープのヘルシオっていうオーブン、加熱水蒸気でしたね。そうです。で、加熱水蒸気の特性っていうのが面白い特性ありましてね、はい、例えば餃子と、例えば、うなぎをこう例えば焼こうとするじゃないですか、はい、こう普通にこう例えばオーブンみたいなもんで焼いたとしたら匂いつくと思いません？実は言うと加熱水蒸気で焼くと同じ庫内で、まあ当然同じ時間じゃないんで順番に焼きますけど、匂いがつかないんですよ。へー、はい、なぜなぜ。正確にはわからないんですけど、加湿器で170畳になるんですか。なりません、そんなもん。焙煎機の、ドラムの中が170度以上あればいいんで、
蒸気を加熱水蒸気化する必要はないですよ。本来の加熱水蒸気っていうのは正確には100度以上の温度の蒸気のことを言います、うんうんうん、もっと言うと、常温あじゃない、常温常圧あ常温はいらないな常圧のつまり1気圧の、100度以上の蒸気のことを加熱水蒸気というと思います、うんうんうん、でその加熱水蒸気でこうなんつうんですかねこう熱を加えるとまあいわゆる膜凝縮電熱といわれるこの物体に、蒸気が当たった瞬間水に戻ろうとした時に、気化熱と同じ量が凝固熱としてそのものに、伝わるんですね、うん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 、それが結局、強力なエネルギー熱源と、なるということですね。知らなかったです。はい、一応昔ちょっと研究しました。全く使われていないシャークがあるんで遊びで試してみようかな。はい、試してください。面白そうですね。あとは炎に直接ぶつけると炎が消えますんで。そりゃそうですね。はい、本当にでも消えるんですか。はい、何が消える。本当に消えるんですか。どっち。炎。あ、炎消えますよ、ほりゃ。あ、だって蒸気がぶつかるときに吹き消すっていう意味ね、うん、あ、そういうことですか。そういう意味ね。はい、いいっすよ。ですか。はい、いいっすよ、はい、で、蒸気の特性としては金属パイプそうですね、バーナーうちの焙煎機もそうなんですけど実は言うとバーナーの炎がうちのオーブンレンジついてます。中野さんがせっかくだからって言って加熱水蒸気付きのがいいというので、はい、これでピザを焼いてあげるからって言って言うんで加熱水蒸気付きにしたんですけど焼いてもらいました。結構めんどくさくて。はあ、お手入れがですか。いや蒸気が上がるまで蒸気ができるまで結構時間食うんで、あ、めんどくさいっていう感じになりまして、結局は加熱水蒸気1回だけ使っただけで終わりましたね。うん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 、はい、いいんです。あるだけで。そうですね。はい、話題になるかなという感じですかね。うん、で実際にだから加熱水蒸気の実験は結構難しくはないんで、例えば湯気を入れるだけで十分なんで、加湿器でも何でもいいですよ。それ自体をこう例えば炎の方に送り込むだけ、それでも十分その性質は出ます。大事なのは性質だけなんで、うん、だから例えば蒸気を送り込むんだったらバーナーのこう下の方に例えば置いておくっていうか蒸気の吹き出し口を作っておくでもいいし、つまりバーナーのとこに当たって、温度が上がるでもいいし、はい、から逆に、バーナーの上に例えば金属の棒かなんかを、乗せといて、うんうんうん、焼いた状態のとこに蒸気をぶつけるでもいいですよね、うん、方法はいくらでもあります。例えば、淀川の焙煎機みたいに、石が積んである、石にバーナーで、火を当てて、焙煎するタイプのものなんかもう加熱水蒸気を作るのにはもうちょうどいいですよね。その石に蒸気をぶつければ必ず加熱水蒸気化するんで、なんせこう石を焼くんでね、焼いた状態になってるんで、だからやり方はいくらでもありますよね、うん、甘めの水分だけでいけそうな、はい、その通りです。勝さんの場合はそれで十分だと思います。あんだけ密閉された機械だったら、豆の水分と、空気中の、
湿度、それともう一つはやっぱりあれですね、あのガスが燃えた時にできる水ですよね。それだけで十分でしょうね。ありがとうございます。うん、いやそろそろ我が家の電子レンジが寿命なんで。あら、今電子レンジ安いですよ。そうですよね、はい、もう選ぶのが面倒くさくて。サイクロ貸しましょうか。いや予算があるんで。あ、そうそう、なんだったらダーツで決めるってどうですか。買ってもらえるんだったら。あ、それは却下ですね。そうなんですよ、まあ、まだ使えるからいいんですけどね。あのスイッチが入らんくなるとさすがにあの、うん、まずいなと思うんですけど。思ったよりもこのジャッキアップするのは良かったけどさ、高いですか。結構高いよねこれ。高いですよね結構。うん、これいつもよりも大変だっちゅう風な気がする。もう少し下げてもいいじゃないですか。下げてみます。いや今更いいです。そうです。うん、ラジ変太鼓さん明暗ですね。踏み台作りましょう。なるほど。でも顔面から切れますね。顔がこんなの。そうだよね。ごもっとも。まあこの辺は我慢してやりますからいいですけどね。うん、日々鍛えられている抽出の腕。あの結構あれなんですよ、こういう無理な体勢でこうコーヒー立てるのは得意ですよ。うーん、すごいですね、うん、あのなんつうんですかね、こう講義みたいなのをやるとするじゃないですか、はい、20人とか何十人っていうところで、はいはいはい、こうコーヒーを立てるっていうかコーヒーのことをしゃべることがあるじゃないですか。あのまあ、簡単に言うとコーヒー漫談ですからね、こんなもん。あ、これですか。このあのこういう授業がですか。授業がもう漫談ですから、だからどれだけ笑わせるといいかっていうか、笑わせてなんぼだと思ってますもん。へー、当然あのコーヒーこう立てるわけですけど、あのいくつものテーブルがあるわけですよ。そのいくつものテーブルを回らにゃいかんわけですよ、うんうんうん、もう当然コーヒーは立てながら回りますからね、うん、もう歩きながらコーヒー立てますから。すごいですね。なぜあの全ての人に見せにゃいかんじゃないですか、コーヒー立ててるシーンを。あのいかにコーヒー豆が膨らむかだとか、はい、あのそういうことを全部こう話さないかんわけですよ。だから話すためにわざわざこう、はい、スプーンありますか。ありますよ、大丈夫です、はい。もうこれはあれですよね、あのさっきと同じ古い豆です。でまあここら辺からいきましょうか。古いフレーバーで焙煎した豆ですね、はい、酸っぱくはないですね、うん。これさ、これこうやって比較していただくと分かりやすいかと思うんですが、多分これがこうなんで、比
覚しようがないんじゃん。上から撮ります。あの問題は嫌な味を探すようなもんなんですよ。でも嫌味度は薄いですね。うん、こちらの方が嫌味がきついでしょ。こっちと当然ここら辺の豆と比べ、こ味と比べると嫌味は出てるんだけど、この部分の嫌味とこの部分の嫌味って質が違うじゃないですか。はい、違いますね。こちらの方が完全に嫌味がきついじゃないですか。つまり僕はこれは化学変化が起きてないと思ってます。化学変化が起きてない、つまり旨味の成分を、あのコーヒーの木豆の成分を旨味の成分に変化させるのが僕は焙煎だと思います、うん、つまり雑味ができるだけ、残らないように焙煎するのが僕はいい焙煎だと僕は思ってるんですね、うん、だけどここはそうではないんですよ。つまり雑味の成分が明らかに残ってるわけですよ、ね、はい、だからその焙煎が今のまあ今風？今風？の焙煎ってこと？ってことかな？ちょっと微妙でしたね、はい、今そうですね、今危なかったですね。難しいところですね。難しいところですね、はい、つまり、今風の焙煎がやりたかったらとにかくこの松屋式でいう、雑味の成分が非常に雑味であるというふうな、焙煎を心がければ、今風の焙煎ができる。ちょっと闇っぽいですね。ですよね、うん、難しいですね表現、うん、難しいですね、はい、まあとりあえずもう時間になってしまったんで一応まとめたいと思うんですけど、この焙煎、焙煎に関してはですね、今の時代の流行りっていうのが、まあはい、あるんですね。でその今の時代の流行りっていうのは当然こうおかしな言い方だけど一般の人たちが作り上げてきた流行りではないです、うんうん、つまり簡単に言うと一般の人というよりはまあいわゆるこの生を扱ってる人たちが作り上げてきた流行りですよね。ですから僕は別段こうそういう、流行りよりも一般の人にとって美味しいと、思ってもらえる、ものが個人的には好きです、うん、ですから、別段僕は一般人に、例えば酸味の強いコーヒーでなければ今風じゃないよとかいう風な路線ではなくて素直にまあお客さんが美味しいと思ってくれるような焙煎を心がけたいなみたいな感じも嫌味だよね。いかんね。難しいところですね。難しいですね。まあ、とりあえず偉い人たちは偉い人たちの考えがあり、一般のコーヒーは一般のコーヒー屋の考えがありぐらいにしていきましょうか。あ、そのぐらいがいいですね。ね、うん、そうですね。味も違うよ。そう、特に浸漬法で、調べたものと糖化法で調べたコーヒーというのに、味の違いが出るよと。その味の違いが、まあ、ある意味こう一般の人を受けするか、プロ受けするかのような感じですかね。ですかね、はい、はい、という感じなんで、皆さんコーヒーを飲んでください。はい、はい、いろいろなコーヒーを、はい、という感じで、今日はちょっとふにゃふにゃっとこう最後がなってしまったような気もするんですが、うん、やっぱりコーヒー業界平和に、泳いで泳ぎたいと思う立場上、はい、そうですね、はい、無難なとこに着手しようかなという感じですかね。って感じで、今日のですね、浸漬法と糖化法の、味の違いについて、はい、これはですね、基本的には今風のコーヒーでは味が大きく違うよと。で昔風の焙煎の場合は、味の差が大きくないよというのをちょっと言いたかっただけです。
だからそれのどちらがいいとか悪いとか言ってるわけではないということを間違いなく、はい、という感じで、本日の週刊フレーバー、しりきれトンボのようにいえいえちょっとあの言葉がふにゃふにゃになってしまいましたが、そんな感じで、本日もお疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。